皆さんおはようございます。宝部亮司です。毎週水曜日はベストミュージックの時間です。皆さんシルバーウィークの予定は決まっていますか？僕は先々週出ていただいた IM さんのライブに行ってきます。早速今日のプレイリストを紹介したいと思います。今週もベストなミュージックビデオ全部で5本集めてみました。ズバリ今週のテーマはお気づきですか？誰もが童心に帰る最強のエンターテインメント、ディズニーのカバーソング特集です。ワクワクするでしょ。まず最初に紹介するのはアメリカのオレゴン州でアカペラシンガーとして活躍するピーター・ホーレンズとコラロド州のシンガーソングライターアレックス・ジーによるディズニーソングメドレーです。映像の1曲目に流れる映画ライオンキングのテーマソング、サークルオブライフを聴けばたちまちあなたの目の前に広大なサバンナが広がることでしょう。原始的な躍動感と力強さにあふれた絶対必見の映像になってます。2本目は大人気ディズニー映画アナと雪の女王の主題歌レッド・イット・ゴーのカバーソングでございます。奇跡の歌声として呼び声高い、世界から注目されている12歳の歌姫レキシー・ウォーカーとイギリスのミュージシャンアレックス・ボイエによる幻想的なカバーとなっております。3本目はボーカリスト、俳優、振付師など多彩な才能を持つトッド・リック・ホールのディズニーソングメドレーでございます。4つに分割された画面の中にいるトッド・リック・ホールがユニゾンしながら踊り歌う、そんなシンプルな構成だからこそトッド・リックのユーモアが溢れ出すハッピーな映像になっております。4本目はちょっとブラックなディズニーワールドをご招待いたします。まあお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけども、僕の作品なんです。1本目で紹介した映像同様、これも一切楽器を使用せず僕の声だけであの電飾で飾られた幻想的なパレードをサイコパースに表現しました。そして最後に紹介するのはちょっと大人なディズニーの世界、オーストラリアのシドニーで活動するジャズバンドマイク・ボターノは映画ライオンキングの楽曲早く王様になりたいや美女と野獣からビューティー&ザビーストなど往年のディズニーソングをビッグバンド編成で大人っぽくスイングしています。好きなことお酒を飲みながら聴けば2人の気持ちも自然とスイングするかもしれませんね。以上の5本が今週のカバー動画なんですが、番組を始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。プレイリストを使っている状態になるので何もしなくてもミュージックビデオが自動的に切り替わっていきます。それとこの画面の右上にもですねプレイリストを始められるようになっているので、好きな方法で今週のカバー動画を楽しんでみてください。最後に今日紹介したプレイリストを最後まで見てくれてベストミュージック面白いじゃんって思った人、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今週のベストミュージックのスタートだぜ。ははっ。